じゃあ、じゃあ勝ちました勝ちました。もうなんかもうちょっと興奮して、あ、大丈夫だよさん、ちょっとね、ねえ、いや、これは説明するけど、うん、まあとりあえず、うん、勝ちました勝ちました。もう本当に感動的な試合でした、ね、いや本当にね、うん、感動的な試合で、うん、まず投手からね、はい、いつものように言っていくけど、はい、まあ佐々木朗希が先発、はい、本当に完璧にね進めたけども、はい、一球の怖さというかさ、フォークボールがね、うん、1球だけ浮いてそれがホームランになったと、まあ、そのつながり方も、シフトを敷いてて、うん、当たり損ねが抜けていったりだとか、うん、詰まった当たりがレフト前に飛んだりだとか、うん、まあ、そういう後にフォークボールが1球浮いてそれがスリーランになったというね、まあ、いい勉強もしたと思うけども一球の怖さをまた改めて知ったんだろうなと思って、うんうんうん、これからの成長にね、大きな経験だったと思う、はい、ね、いや本ね、はい、いや山本は流れをすごく引き寄せるために、はい、本当にいいピッチングしたと思うんだよね。ただし同点に追いついた吉田のスリーランの後に、まあ、ちょっと失点をしてしまったということが、うん、ちょっともったいなかったなというね。ただ山本佐々木っていうのはさ、なんて言うんだろう、まあ、球界を代表するツートップのエースが投げてて、まあ、メキシコはやっぱこう勢いがあるなっていうようなね、まあ、そんな戦いもしたし、はい、湯浅、はい、で山本を救援したけども、まあ、最初の打者三振を取り、もう一人取ってほしかったんだけどもやっぱ相手の方が一枚上だったというね。でもこれもね、やっぱああいうところで打たれるっていうのは仕方ないのかなっていうようなね、まあ、そんな感じもしたし、よく投げたと思う、はい、で大勢、ね、9回につなげる、ピッチングも見せてくれたしね、はい、最後、まあ、デッドボールで一人ランナーを許したけども、まあ、非常に良かったというようなことで、まあ、9回に、まあ、つながるということでね、うん、はい、で、野手、はい、この後仕事があるからね。そうなんです。なんで豊かのピックアップということで、うん、まあ、序盤はね、まあ、非常に先発ピッチャーにやられて三振の山だったんだけども、ね、うん、ただ向こうが盗塁を仕掛けた時に源田が諦めないでタッチをしに行った、うん、もう三笘の1ミリか源田の1ミリかっていう風に多分報道されると思うけども、野球界では、うん、盗塁史から流れがちょっと変わってきたね、うん、そうでしたね、やっぱり源田の姿、彼の必死さ、まあそういうことを見ると流れが変わって当然なプレーだったよね、うん、だから見事な、タッチプレーだったと思うんだけども、はい、で吉田の同点スリーラン、うん、まあ、これがやっぱり源田の一味からつながったというね、うん、まあ、大谷がフォアボールで出て、コンちゃんがヒットで出て、うん、大谷がつないで、うん、まあ、吉田が打ったというね、まあ、こう侍ジャパン結成してから打順を組んでから、まあ、こういう流れっていうのはよく見たけども、やっぱりこう日本の打者のフォアボールを取る姿、技術、まあ、こういうのはやっぱこうこういう得点にね絡んでくるなっていうふうに思いました。大きいですね。で大和はね甲斐の代打で出てきて、うん、もう栗山監督ももう下しかいない、大山しかいない、大城しかいない、違う、はい、ね、でキャッチャーをそれで山川をそこらで勝負として使い、うん、まあ、最低の仕事といったら変だけども犠牲フライで1点差に詰め寄ってくれたということ、はい、これがやっぱり9回につながる、うん、やっぱ栗山監督も度胸を据えて、ね、3人目のキャッチャーを
もう出してきたというね、うん、普通だったら勇気があって、勇気がないと出せないんだけども、うん、やっぱそこ勝負だったというね、うん、いうことで、とにかく9回の攻撃と書いてるけども、はい、これは大谷がああいう場面で初球をいける、うん、普通だったらフォアボールだとかいろんなこと考えるんだけども、はい、やっぱ初球から打って出るんだというね、うん、まあそういうことで、振りに行った。でそれがツーベースになった、はい、まあ一塁が空いてるから、まあ、吉田がどうなるかなと思ったら、やっぱその前のスリーランがあるからね、うん、まあやっぱりこう案の定フォアボールになるなという、うん、でその吉田に変えてシュートを使ってきた。これですよね、うん、だからさあ村上、うん、どうするか、はい、今日の結果とすれば三振三振三三振した後サードのファールフライ、この結果でどうするかっていうようなね、それはもう代打を出して送りバントっていうケースもあったけども、うん、まあ信じた村上にね、うん、栗山監督は打たしに、はい、あのね、これはね、相当な精神力だったと思うよ。はい。ちょっとね、落ち着いて。うん、あの、なんて言うんだろう。もう本当にね、死ぬ思いというか、ここで打たなきゃというね、あの、そういう気持ちもありながら、それとやっぱり前の打席の、まあ、反省もしながら、でも忘れなきゃいけないという村上がいて、やっぱここで打たなかったら、もう本当にね、帰ってこれないぐらいの気持ちになってたと思うんだよね。本当にそうですね。話的には大げさかもわからないけども、うんうん、でもそこまでどん底に追い込まれた気持ちをね、やっぱセンターの方向に打ち返してくれたっていうのがすっごい嬉しくて、うん、で、あの栗山監督もやっぱ最後まで信じたということがね、うん、まあこういう結果になった、まあ本当に素晴らしい一撃で、うん、やっぱこう一塁ランナーにダイソーシュートを使ってたこともね、いやまさにそうですよね、すごく大きかったし、うん、最初の方は中村代打送っちゃうの、中村当たってたんじゃないのっていうようなところもあったんだけど、うん、でも最後の方はもう勝つために必死な采配、まあ、それと村上を信じたこと、うん、まあ、これが非常に好結果を生んだというね、うん、なんかすごい感動と勇気を与えられた試合というかさ、やっぱ信じなきゃいけないし、ね、そのためには手を尽くさなきゃいけないし、でも本当にみんなで勝ち取った、うん、まあ、特に大谷がね、うん、チャンスメイクをして、うん、必殺を見たら帽子を取ってね、ヘルメットを取って おそらくちょっとでも隙があったらサードまで行こうと思ってたと思うんだよね、はい、ああいう必殺をやっぱみんながこう共有できる、うん、もうチームになってるなっていうような気がした。うん、もう本当に素晴らしいゲームでね、もうなんかこうドラマでも描けないような、本当そうですよ、うん、ドラマを演じてくれた全日本侍ジャパン、本当にねおめでとうって心の底から言いたいけども、この勝利ですね、うんうん、ただあと1試合残ってる、はい、ね、でもこの1試合っていうのは明日につながる、うん、そういう試合だし、もう本当に感動させてくれたな、うん、もうこの試合展開での勝利というのと、うん、このまた一つ今まで以上に日本も盛り上がり、うん、この中での明日の試合というか、ね、まあ、かつてね、うん、かつてね、イチローがね、うん、何をやってもダメ、うん、苦しんでて調子が上がらない、でも決勝タイムリーをセンター前に打ってくれた、なんかそれに匹敵する一撃だし、うん、なんかやっぱ苦しんでたものは一生懸命逃げないでその場にいたら必ずこういい結果が出てくるというふうに、うん、やっぱこう信じたいし、うん、まあ、そういう結果になったよね、うん、だから本当に村上良かったなと思ってね、いや本当に、うん、まあ、心ない
ツイートだとか、まあ、そういうこともあったけども、だけどなんかね、村上の底力を見たような気がする、うんうん、ね、やっぱり三冠王ですよ。やっぱ三冠王、やっぱね、最後にね56本打っただけのことはある。いや本当そうです ね。だからもうみんなで明日はね、どんなに悪くても序盤、うんね、最後の最後まで信じよう、信じて力を送り出す、あの送り届けよう、届けましょう、ねね、あの本当に今日の試合は明日につながる一撃だし、またこの一撃で一つになった強いチームがまた出来上がったように思います。はい、明日はね、また投手陣もね、誰がっていうところもありますが、楽しみですよ。すみません、まだ優勝してないのに泣いてしまって。村上の一打ね、いやもうね、豊さんはね、涙もしようもなくね、いろいろ気持ちが溢れてしまいましたが、そうそうそう、はい、でも明日また勝って泣きましょう。はい、嬉し涙でね、はい、おめでとう、はい、ね、はい、明日に備えてゆっくり休んでください。はい。